あんたらが探してる女は千歳っていうのか。な、ああ、何か知ってるのか。心当たりがあってんだ。もしかしてダンサーっぽい編み込みの髪をした若い美人さんじゃねえか。おお、合ってる合ってる。そうだよそう、そいつに間違いねえ。どこで見たんだおっさん。情報か。こいつだよ。お、デリバリーヘルプ。ここでーす。はい、はやー。はあ、まあ、確かに編み込んでますけど。うわ、これなんだ、ゲイリーの妹じゃなかったっけ。カズゴ様ですか。そうだけどよ。お待たせしました、千歳です。こいつが千歳か。あっさりたどり着けたな。俺たちの作戦勝ちだ。やったな、カスカ。やったな、カスカ君。全然ちげえよ。全然ちげえ。なんだ、こいつじゃないのか。いやいや、全然違いますよ。どうなってんだよ、おっさん。知らねえよ、こいつじゃねえのかよ。名前千歳だし、髪型も似てるんだろ。まあまあ確かにね。髪型は確かに一緒だし、名前も奇跡的に一緒だけど、なんつうか、こんなにパワフルじゃないっつうか。パワフル。チェンジですか、千歳。悲しいです。悲しいです。いや、チェンジとかそういう問題じゃなくて、千歳さんは何も悪くないんですけど。おい、てめえらさっきから騒がしいんだよ。むしゃくしゃするせいにぶん殴ってやる。いや、おかしいだろ。おい、カズガ、話は後だ。まずはこいつらを倒す。理不尽すぎるわ、さすがに。はい、うるせえって。あの、千歳さん、危ないから下がっていてください。わーい、私が下がる理由はありません。そもそも助けてほしいから私を呼んだのでしょ。そうよ、それがデリバリーヘルプよ。私はデリバリーヘルプの千歳バスターホームズ。ほら、バスターホームズ。デリバリーヘルプは喧嘩のヘルプをするデリバリーサービスです。喧嘩のヘルプ。おい、俺を無視して喋ってんじゃないよ。勝手に突っかかってきたんじゃん。マジで今すぐぶっ殺す。行くぞ、カスカ。行くぜ、はい、千歳さんを仲間に。さっさと始めようぜ。行くぜ、デリバリーヘルプしろってことだな。デリバリーヘルプいいぞ。何回も利用すると会員ランクが上がるんだって。オプションがあるんだってよ。やったぜ。RB 行くぜ。千歳バスターホームズオプション追加してもいいのかい。できなかったわ。くぜ。こいつだ。行くぜ。はい、バリバリヘルプ。はいはい、お願いします。なんか変わってんな。はい、デリバリーヘルプの申し子、千歳バスターホームズ。待ってました。 Stay with me。 オレイ、強っ。マジで強えな。おいし、おいし、おいしょ。千歳さん、いけー。さすがに強すぎる。なんか前は1回しかなんか使えなかったんだけど、複数回使えるようになったんだよね。なんだこいつら。そしてあの女、なんかもう必殺技っていうより強すぎる。普通に攻撃のキャラとして。とどめです。とどめ。チキンとビーフ、お好みは。ごめんなさい。これにて無料キャンペーンは終了です。次からはお金がかかりますが、またのご指名お待ちしてます。オッケー。おお、それではグッバイ。グッバイ。何だったんだ一体。いや本当よ、デリバリーヘルプ。
いざという時に金払うと喧嘩の手助けをしてくれるサービスですよ。詳しいな。よく利用するのか。そうですね。昔ちょっとね。真島さんも出てくれますから。デリバリーヘルプ。まさか偉人町だけでなくハワイでも営業してるなんてな。手広いぜ。すごいね。日本語が主なんだな。千歳は見つからなかったが、千歳と会えたからよしとするか。千歳の正体。全然サブストーリーだったから、まあそうだよねって感じね。そりゃあ本筋とは関係ねえわ。結局金を用意するしかなさそうだな。相場は30ドルとか言ってたよな。交渉次第だが、まあそんなとこだな。ちなみに俺は持ってねえぞ。そうだよな。俺だって持ち合わせは、あります。どうかしたか？いや、持ってたわ。30ドル。なんだ？は？なんだよお前。それを先に言えよ。じゃあこの件解決じゃねえか。さっさとジェフの野郎のとこ行こうぜ。よ。まあジェフの件はそれでなんとかなるかもしれないが、ここから先また何があるかわからねえ。先立つもんはそれなりにあった方がいいだろうな。はい。ですね。もう少し金は持っておきたいところです。何か都合のいいバイトとかねえかな。ん？バイトね。ちなみに何か経験あんのか？いっぱいあるよ。バイト経験？あれがバイトなのかわかんねえけど、ホームレス時代に自転車で空き缶拾いしてたな。まあ、風俗店でも働いてましたけど。自転車か。なら飯の配達とかいいかもな。お、ウーバーイーツ。ん？飯の配達？出前みたいなもんか？そう。ああ。最近こっちではめちゃくちゃ浸透してるサービスだ。店から自転車で弁当とかをピックアップして客に届けるんだ。今は注文が殺到してて配達員が不足してるって噂だし、割も悪くないらしい。自転車の経験があるならいいんじゃねえのかな。自転車の経験って大体あると思うけど。みんなあるだろ。おう、じゃあそいつをやってみるわ。どうすればそのバイトがやれるんだ。携帯でね、メールで連絡を入れて、アロハビーチ近くの待機所に直接行けばいいらしい。なあ。バイト希望って俺がメールしとくか？頼む。よし、アロハビーチの方へ向かおうか。行こう。ハト多いな。ハト？一日中にもたくさんいたけど、それよりもたくさんいるかも。鶏も多いし、日本とは鳥事情が違って見えるだろう。鳥事情。のんきに外で飯食ってると、どんどん寄ってくるから注意だ。キリュウさんも鳩に飯取られたりしたんすか？いや、20匹くらいに囲まれたが、睨み続けて1匹も近づかせなかった。すげえな。程よい緊張感の朝飯だったぜ。鳩もキリュウさんに睨まれたらさすがに動けないんだな。お、レベル3まで上がった。絆。さあ、じゃあ行きましょうかね。さあ、というわけでやってまいりました。ここら辺ですね。さっき言ってたデリバリーバイトの待機所ってこの辺か？ああ、そのはずだ。待ってればそのうち来るだろう。俺たちはちょっと時間潰してるから、まあ頑張って稼げよ。あれ？みんなやんないの？なんだよ。おめえもやらねえのかよ。やらないやらない。タクシー運転手がわざわざ自転車で配達なんかしねえって。まあまあ確かに。じゃあ後で。でも車ねえじゃん。でも車ねえだろお前。さて、じゃあ少し待つか。ん？あ？イエーイ。なやべえやついる。うわ、おお。バイト希望者。すごい髪の毛。ああ、はい。芝生じゃん。いいね、豪快なアフロ。濃い顔。アホそうだけど愛嬌ある感じ。クレイジーさが香るね。クレイジー。失礼だな。あんた、どちら様？俺か？俺は君が申し込んできたバイト先、食品デリバリーサービス企業、クレイジーイーツの代表。クレイジーイーツ。サーリーだ。
クレイジーデリバリー。代表？代表自ら。俺は春日一番。金がないので働かせてくれ。頼む。いいねいいね。目的が明確でいいね。そして数ある企業の中からここを選ぶセンス。クレイジーで素晴らしい。クレイジーなんかい。合格だ一番くん。おすげえな。うちでバイトしてくれ。早いな。やった。いいのか。なあ。体もムキムキで体力ありそうだし、何よりうちは諸事情あって人手が足りないから、ね、諸事情が怖いわ。犬でも猿でも虫でも何でも大歓迎、即採用さ。やべえな、それはやべえぞ。 そうか、そいつはどうも。よし、じゃあ早速仕事をしてもらおうかな。うっす。ところで仕事ってどういう、食品配達だとは聞いてるんだが。ああその通り、契約しているお店のお弁当を自転車で客に届ける仕事だよ。うん、歩合制だからより早くより多くのお客さんに届けることができれば、その分給料も上がる仕組みになっている。なるほどです。なるほど、自転車で早くたくさん弁当を届けりゃいいんだな。自転車はホームレス時代の缶拾いで慣れてんだい。任せてくれ。任せろよい。そいつは頼もしい。だがうちの会社には早く多くに加えてもう一つ給料が上がる方法があるんだ。クレイジーになることでしょう。給料が上がる方法？なんだそれ、教えてくれよ。それはな、クレイジーに運ぶということだ。メリットないんだよねこれ。クレイジーで運ぶって、まあ、うちはクレイジーイーツだからね。客にとってメリットなんでもねえよ。クレイジーに運ぶ、それは見せる配達をするということだ。見せる配達。例えばさっき俺がここに来るときに見せたような運転だ。配達員がジャンプしたり回転したりしていたら周りの人は見ていて楽しいだろう。そういう見ていて楽しいクレイジーでファンキーな配達をするドライバーを評価するのがうちの会社クレイジーイーツの特徴なんだ。おきて破りのクレイジーな配達の仕方でお客やハワイの人たちを楽しませるエンタメ配達集団。これそれが俺の目指す理想の姿なのさ。それ食品運ばない方がいいよね。南国ハワイだ。非日常を求めて多くの人が集まっている。そんなリゾートの配達が普通だったらつまらん。そうは思わないかい？思いません。まあ盛り上がるのはいいとは思うけど、弁当がこぼれるんじゃ。そうだよ、そこだよ。そこが俺たちの腕の見せ所ってわけさ。クレイジーに見せる運転をしつつ、早く多く届けつつ、弁当はこぼさない。それ意味ねえじゃん。そんな紙配達ができる唯一のプロ集団、それがクレイジーイーツなのさ。思ったより全然大変そう。まあもし弁当がダメになってもそこは保険とか入ってるし、客も理解した上で注文してるから。なんで？細かい設定とかは気にしなくていい。そもそもとにかく頼まないだろ。そうなると守りクライスに、かついい感じに弁当を届けてくれ。アンダースタン？アンダースタン？アンダースタン。オッケー、これで説明は終了だ。こういうのは実際にやってみた方が早い。早速やってみるとしよう。早速か、しょうがねえな。行くんかい。まずは食事の調達だ。自転車を運転して食べ物をゲットしてみよう。全身ハンドリング、うわー、オッケー。これぐらい楽勝ってところかな。次は我がクレイジーイーツの目玉トリックに挑戦だ。電車を漕ぐ。よーし、速さも申し分ない。この勢いでトリックを決めるんだ。 B? え？待って、あ、え、どういうこと？ちょ、分かんなかった。 OK、 これね、横3連続トリック成功。実に素晴らしい、実に素晴らしい。パフォーマンスを連続成功させ、エクストリームな状態で食事を届けると追加でお金がもらえたりしたりしないこともないよ。でブレーキ踏んで大丈夫よ。ブレーキ踏んで届けるよ。オッケー、1000ドル
やった、ブラボー、ビューティフル、コングラチュレーション、君も立派なクレイジーイーツの一員だ。機体の新星が来てくれて実に心強いよ。オッケー、自治訓練はこんなもんかな。次は実際に仕事をしてもらうからよろしく頼むよ。レッツクレイジー、行こう、さあ行くぜ、クレイジーに運ぶぜ、レッツクレイジー。待って待って待って、あぶね、ほい、グッドデリバリー、普通にグッドなんだな。ほい、スーパークレイジーデリバリー、ここで終わればいいのかな。おお、なにこれ。はあ、やばい、オッケー、スーパークレイジー、終わりかなこれ、もう最後か。頼む、あ、オッケー、手づかみハンバーガー。絶対渡せねえだろそれ。クレイジーでした、オッケー、いいんじゃない、 A ランク。ふう、10万ドルこんなもんかな。エクセレント、一番くんすごいね。ありがとう、初回でこんなにクレイジーな走りができるやつなかなかいないよ。そうでしょ、クレイジーに来てるからね。クレイジーなデリバリーの才能があるよ。ありがとうよ、難しいけどなかなか奥深くて面白いな。そうだろう、見せる配達と速さと丁寧さのバランスを取るのはとても難しいんだ。運転テクニックだけじゃなく戦略性も問われてくるからね、極めるのは大変さ。でも上達すればするほど楽しくなるし、もらえるお金も増える。頑張って最強にクレイジーな供給取りになってくれ。ポケットになる前に死んじゃうかも。これは俺たちの仲間入りした記念だ。受け取っておいてくれ。はい、30ドル、あざす。これからよろしくな、チャーリーさん。こちらこそ、一緒に楽しもう。 Two out, two go! Let's crazy! Let's crazy! OK! チャーリーってデリバリーヘルプで呼べるんかい。こいつクレイジーそうだから面白いな。終わったようだな。どうだ、ちゃんと30ドル稼げたか。おう、ああバッチリだ。ジェフに金渡して情報もらいに行こうぜ。うん、道中で無駄遣いするなよ。もちろんですよ、金の管理には自信があるので任せといてください。よし、ならタコストラックに行くとするか。行こう。まあ、というわけでジェフのお店やってまいりました。行きましょう。30ドルは高いぜ。あんたは30ドルです。約束通り金を持ってきて。これで教えてもらえねえか。まあいいだろう。で、聞きたいのは何だっけか。3日前俺のパスポートが盗まれた。ここに持ち込んだやつがいなかったか教えてくれ。千歳の場所を教えてもらった方がいいんじゃないの。本当か。ああ、日系のとびっきり美人の姉ちゃんだった。お、当たりだ。あんたの顔、特にそのヘアスタイルは特徴的だからな、間違いね。じゃあパスポートはここに。いや、あの姉ちゃんはパスポートを売りに来たんじゃねえ。はい、あんたのパスポートで第五地区に入れるか聞きに来たんだ。第五地区、第五地区、バラクーダのアジトのことだ。お、やばいとこじゃん。バラクーダって昨日のあいつらか。第五地区は川向こうにある不法占拠地帯だ。周囲はフェンスでガチガチに囲まれてて見張りも厳重だ。よそ者が立ち入れる場所じゃねえよ。そこに俺のパスポートで入るってのはどういうことだ。そうだよね、あそこには面白いルールがあってな。第五地区に入りたきゃ観光客からパスポート奪ってこいって言われるんだ。なんだよそれ。くっそ迷惑。何のためだよ。あそこを仕切ってるバラクーダのしのぎが偽造パスポートだから。へえ。
本物のパスポートは偽造品の材料として欠かせねえ。なるほどね。実は俺がここで買い取った盗品パスポートもバイヤーを経由してバラクーダに流れてる。他人のパスポートが第五地区へのパスポートになるってわけだ。そういうこと。だからあのお姉ちゃんはあんたから盗んだのを使おうって考えたんだろう。なるほどね。女一人で第五地区に近づくなんて相当リスキーだからな。事前に俺んとこに確認に来たんだろう。なるほど。なるほどね。でもなんで千歳はあんな場所に行こうなんて思ったんだ。さあな。ま、パスポートは諦めな。第五地区に渡っちまったら取り返す術はねえ。やべえじゃん。パスポート取り戻すのもあるけどよ、それ以上にあの子に用があるんだよ。あかねさん、バラクーダに捕まってんのかな。用事つっても今頃第五地区の中だろ。会いたかったらあんたたちも第五地区に行くしかねえんじゃねえか。観光客から奪う。バカ言え。あんなとこ死にに行くようなもんだ。いや、あかねさんが何者かに追われてるか、もしかするととっ捕まってるかもしれない状況だ。千歳からなんとか手がかりを聞き出して。第五宿に入る方法は他にないのか。なくはねえけど、パスポート盗む方がよっぽど楽だぜ。あ、あるのか。聞かせてくれ。別料金？さっきも言った通り、第五地区はフェンスと監視でガチガチに固められてるけどな、月に一度警察の巡回が入るんだ。警察が？第五地区の治安状況確認ってのが名目だが、実際のところは警察も仕事してますよって体裁を保ちたいだけだ。なるほど。中で起きてる犯罪やら何やらは全部知らんぷりで帰ってくる。すげえな。その巡回役の警官がローマンって男でな。あ、ローマ。当然そいつはバラクーダとズブズブの関係だ。そのローマンってやつになしつける。月一の巡回に同行できるかもしれないってことか。おお。くそ、よりによって警察かよ。お前は顔を見せない方がいいだろう。交渉ごとには俺が立つ。あんたも顔見せない方がいいと思うけど。これはローマンにとってもリスキーな話だ。おまけに奴はとことん金に汚くてよ。5万ドルはせびってくるぜ。5万ドル ?5 万ドルするってと500万円かよ。それ500万円多いだろ。お前らにそんな金はねえだろ。ローマに会うだけ時間の無駄さ。いや、合わせてくれ。なんだ、あんたそんな大金持ってるのか。まあ持ってるでしょうね。何事も交渉次第だ。拳でな。あんたが何者かは知らねえが、まあ会いに行くだけ行ってみな。ローマンは第五地区の近くにあるダイヤモンドヘッドってバーで毎晩飲んでる。わかった。おい、マジで行くのかよ。なんかこのシーンってなんかあれだったね。体験版とちょっと変わってんね、内容が。なあ、おい、待てよ。ん？どうした？ビビっちゃってんの？心配してる？悪いことは言わねえ。第五地区に行くのはマジでやめとけ。あのバラクーダのアジトなんだぞ。死にに行くようなもんだ。危険なのは分かってる。だが、俺たちにはあまり時間がない。第五宿に乗り込むのが一番の近道になる。そうするまでだ。うん。それによ、別に喧嘩売りに行くわけじゃねえ。あの千歳って子を探してだけだ。うまくやりゃバラクーダとのトラブルも避けられるかもしれねえだろ。そうだろ。だからその考えが甘すぎだってんだよ。うん、俺らはよそもんだからよ。バラクーダのヤバさをよく分かってねえのかもしれねえ。でもどうした？その様子はそれだけじゃねえみてえだ。なんかあったのか？なんかあったのか？バラクーダと。よかったら話聞かせちゃくれねえか。力になれるかもしれねえ。富澤マジギッチギチだな。病たちもいるしさ。
よかったらなんて言ってるが、こうなったこいつのしつこさはもう分かってんだろ。そういうことを言います。あまり楽しい話じゃねえし、短くもすまねえからな。あ、はい、どうぞどうぞ、話は聞くよ、いくらでも。もう何年も前のことだけどな、俺は病とは関係なく真っ当にタクシードライバーやってた。あ、真っ当にやってたんだ。おめえ、もともとタクシーのうんちゃんだったのか。稼ぎはしょぼいけど、それでも楽しくやってた。惚れた女がそばにいてくれて、もうすぐ子供も授かろうってんだからな。そうだったの？思えば、あれが俺の人生のピークだった。家族がいたのか。マリーって言ってな。マリー、そりゃいい女だった。あんたらに会わせてやりたかったよ。亡くなったの？彼女が妊娠6ヶ月になるかどうかって頃だ。バラクーダにやられたって？俺らの家に警官たちが押しかけてきたんだ。逮捕状持ってな。逮捕状？俺があるタクシーを襲って、乗ってた会社の社長から大金を強奪したんだとよ。なすりつけか、でっち上げか。当然事実無根だ。なのに次から次へと目撃者が出てくる。裁判の結果は懲役5年。弁護士に言わせりゃ、無罪を主張してたら15年は出られないってことだった。じゃあ罪を認めたのか。おい、そんなんひどすぎだろ。弁護士を雇うような金はね。認めて5年か、ごねて15年かって選択肢しかなかった。悪夢ってのはまさにあのことだ。貧乏人のささやかな生活があれよあれよという間にぶっ壊れていった、うん、なんで俺がこんな目に遭ったのか、それが分かったのは無所に入った後だ。春日もなんか言われてたもんな。経緯でぶち込まれた奴らが他にも何人かいてよ、話を聞いたんだ。警察の体裁のためだろ。意外にも。ああ、そいつらが言うにはバラクーダのボスが自分らの犯罪を無関係な人間にかぶせてるってんだ。目撃証人を何人もでっち上げて警察まで買収してな。えぎいな、マジで。さっきタコス屋のジェフがローマンっておまわりについて話したろ。あいつが警官側の親玉らしい。最悪じゃねえか。昔からやってることは大して変わってねえってことだ。バラクーダは警察を取り込んでるってことか。マリーさんはどうなったんだ？刑務所に入ってから一度だけ面会に来てくれてな。腹の子は流産しちまったって。おー、ふざけんだよマジで。やばすぎだろ。あんだけのストレスにさらされたんだ。無理もね。ああ、なるほどね。人の国飯も喉を通らなかったんだろうし、寝れなかったんだろう。うわ、つら。肌はボロボロでガリガリに痩せこけてた。いや、マリーさんも自分責めるでしょ。俺はこんな目にあったせいでよ。マリーとはそれっきりだ。無所を出た時にはもう行方がわからなくなってた。せめてどっかで健康にいてくれりゃいいんだが。あまり楽しい話じゃねえって言ったろ。あいにくまだ続きがある。続き？無所を出てすぐ俺は第五地区の近くにある高級レストランを監視し始めた。レストラン？そこがバラクーダのボス行きつけの店って話を無所で聞いてたんだ。なるほど。針金はたいて銃も手に入れ、そこで病たちと会ったってこと？復讐か。マリー、それに生まれるはずだった赤ん坊の仇だ。幸いボスの面は割れてた。どれくらい待ったか、ついにその時が来た。無所の中で何遍も思い描いた光景だった。俺は群がる手下をかき分けて奴の顔面に鉛玉をありったけぶち込むはずだった。なのに実際の俺は体が震えて一歩も足を踏み出せなかった。それ悪くないよ別に。想像してたよりもずっと護衛は手薄だった。やろうと思えばできたんだ。奴は上機嫌に俺のすぐそばを通り過ぎてったんだ。なのにできなかった。俺はただの腰抜けだった。腰抜けではねえだろ。だからこそお前は今生きている。もし撃っていたら
間違いなくその場で殺されてた。開きにされてな。ああ、おかげでこんな惨めな様を晒してる。撃てもしねえ銃ちらつかせて、のんきな観光客から金せびるチンピラだ。こんなのでも生きてるって言えるのかよ。富沢、借金をきっかけに病に取り込まれたのはその後だけど、バラクーダとハリアオーなんてのはハワイじゃあいつくらいだからな。ああ、なるほどね。あんな集体晒しといて、病の下にいることでまだバラクーダと張り合ってる気でいるんだ俺は。救えねえよ。復讐の機会を、まあ、一応狙っていると。戦ってる姿を見せたいんだな。話は以上だ。どうだ、バラクーダのヤバさも俺のクソさもさすがに伝わったろ。ああ、バラクーダは相当ヤバい連中だってことがよくわかった。そこだけな。そうだな、警察とつながってるのも厄介だですね。でもおめえがクソだって見解にはちょいと意義ありだ、富澤。ちょいとどころじゃねえよ。おめえはクソでも腰抜けなんかでもねえ。だってあの病と手切る決断できたじゃねえか。それ打ったからね。あの時だっておめえは死ぬかもしれなかった。でもやれただろう。あれはお前らに当てられて。当てられようがなんだろうが、決めたのはおめえ自身だよ。あ、強盗はクソだぜからな。お、そこは間違えんなよ。されましたから。そんだけ辛い目にあったんなら、もうバラクーダと関わりたくねえって気持ちはよくわかる。でもよ、おめえが今の生き様をみっともなく思ってんなら、前向いて生きるためにきっちりけじめつけるべきなんじゃねえか。けじめってのがバラクーダのボスを殺すことなのか何なのかはおめえ次第だ。何にせよこのまんま連中にやられっぱなしじゃ尺じゃねえかい。そうね。だからよ、一つ俺らに手貸しちゃくれねえか。手を貸す？ああ、俺らはよそもんだし、英語もだいぶ怪しい。だいぶね。でも茜さんを探すのは急がなきゃならねえ。だからやっぱり第五地区には行こうと思うんだ。おめえみてえなハワイの裏にも通じてるやつが力貸してくれりゃ心強え。おめえは俺らをガイドするついでに連中にけじめつける。どうだい、一石二鳥ってやつじゃねえか。ねえキルさん。そうでしょう。ああ、お互いいいことずくめだ。悪い話じゃないと思うぜ。この二人がいるんだからな、任せてくれよ。それでうまいこと乗せたつもりかよ、大君。バラクーダのヤバさは説明した。それでもあんたら行くってんだな。はあ、分かったよ、もう行くよ。あざーす。お前らみたいなお人よし、俺がいねえとすぐバラクーダの餌食だ。ねえ、そう来なくっちゃな。頼りにしてるぜ、富澤。ああ、じゃあ改めて行こうぜ。まずはローマンの野郎からだ。よし、頼もしい仲間ができたな。ええ、富澤のためにもやってやりましょうや。おう。